まずはこの立て方から5分間アップがある場合を。テニスコーチチャンネル。どうもテニスコーチチャンネルの時間がやってまいりました。まあスポーツの秋になってきました。そろそろ試合にチャレンジしたいという方も多いと思います。今日は試合をやってみたいという方に向けて試合を始める前編、これをお送りします。はい、まずシングルスの試合をやる場合はこのシングルススティックというのをコートに立てます。まずはこの立て方からやっていきます。シングルスのスティックにはここに溝がついてますね。この溝をシングルスラインの外側に合わせます。外側ですね。そのままよいしょ、立てる。そのまま立てます。で、ネットにはめる。それを反対側ですね。さっき立てた方とは反対のネット側に立てます。溝をシングルラインの外側に合わせてそのまま立てます。これでシングルスティックは完了です。はい、コートの準備ができたら今度は試合を始めるにあたってサーブ権を決める、これをやっていきます。まあ、プロはね、こうコインをくるくるって回してやるんですけど、一般的にはラケットを回してサーブ権を決めることが多いと思いますんで、その方法を解説します。まずラケットを回して決める方法なんですけど、メーカーロゴが正しく読めたらアップです。スムースとも言います。メーカーロゴが正しく読めなかったらダウン、ラフとも言いますね。私はプリンスのラケットなんで P が読めたらアップ、スムースです。 P が読めなかったらダウン、ラフです。これをラケットを回して決めていきます。じゃあ実際やってみます。まあ、どちらの方が回してもいいんですけど、相手コートにラケットを立ててフィッチと掛け声をかけますね。どっちですかのフィッチです。フィッチアップ。こうやって回ってる間に答える。で、ラケットがある方のコートの方が拾って見せてください。ルネサンス。私はアップと言ってルネサンスのロゴが反対なのでダウンです。外れっていうことが、ラケットを回した方に選択権があります。何が選択できるかっていうと、まず1個目がサーブ、サーブから試合をする。2個目がレシーブ、サーブを返す方から試合をする。3個目がコートですね。どっち側からスタートするかを決めることができます。まあ、風が吹いてたりとか太陽の向きとかで外コートは特に必要かなと思います。で、4個目が相手の方が当たったんですけど僕に権利を譲るというのもあります。その4つから選んでください。じゃあサーブでお願いします。で、今ラケットを回してくれた方がサーブを選択しましたんで、それ以外の権利は私に来ますので、まあ、レシーブは確定ですね。相手がサーブなんでレシーブが確定ですから、あとコートが選べます。じゃあコートこっちで。はい、ここまで来たら今度はウォーミングアップですね。試合で多いのは
サーブ4本だけ、サーブ4回打ったら試合スタートっていう方法が多いです。お願いします。こう返してくれてずっとできるパターンもあります。これで2回ですよね。そしたら反対側、で自分が4回やったら相手選手にサーブ練習交代です。2回やったら反対、あとは打ったら止めて順番に打つ場合もあります。自分が打ったら止めて今度相手、大会ごとで規定があるんだったらそれに従うのがいいのかなと思います。じゃあ次は5分間アップがある場合をやっていきます。5分間でストローク、ボレー、スマッシュ、サーブ、レシーブをやっていきますんで、まあまあ忙しいです。やっていきます。上げてもらう。これが終わったら相手と役目は変わります。レシーブですね。Thank you.
ネットをしても相手に変わります。さあ、これでだいたい4分半ぐらいなんで、これぐらいのペースでいいと思います。3分アップってのもあるんで、その時はもうちょっと巻いてやってください。じゃあいよいよシェア、今月のおすすめ商品のコーナー、今月はこれです。バイブレーションローラーですね。これも僕ね持ってるんですよね。当然ユーフィットさんのです。これ見てください。これでレベル1ですね。で4まであって、これすごくないですか。自分で動くぐらいパワーがある。なのにこれめっちゃ静かなんですよね。なんかちょっと固めの発泡スチロールみたいな素材でできてて、結構ねパワーがあるのに静かに使えるのが僕は嬉しいです。だけどちょっとねこうやっぱ使っていくと少し凹凸がへこんでくる感じはあります。まあどういう時に使ってるかっていうことなんですけど、僕はやっぱり肩甲骨マッサージガンだとね、僕ねちょっと体硬くて届かないんで、こうやって寝てですね、肩甲骨の下に入れて一気に自重でほぐします。あと腰ですね、マッサージガンより少し広い範囲でできるんで、これもおすすめですね。一気に背中一面がっつりほぐしたい時なんかにこれは使ってます。ミニと大きいのと、僕はこのローラー3つで体のメンテナンスをしています。今回もクーポンがコメント欄に固定されてますので、ぜひ使ってください。お願いします。来週セルフジャッジ編でお会いしましょう。はい、どうでしたか。やっぱね、試合始める時ってどうやっていいんだろうかって分かんない人多いと思います。なんか簡単にやってそうだけど、アップはこれで合ってるのかなとか不安があって、なかなか試合にチャレンジできない人もいると思いますんで、ぜひこれを見て試合にチャレンジしてほしいと思います。次回は試合のセルフジャッジ編をお送りしますので、ちょっとしたルールとかですね、カウントの数え方とか不安な方はそちらも見てください。困ったらコーチに聞いてください。テニスコーチ最高。